こんにちは、ルーのウェブカレッジです。アシスタントのあゆみです。今日はホームページについてお話ししたいと思います。ウェブ会社で代表に業界に関わっていて、15年ウェブシステム開発、マーケティング、サーバーなどを行っていました。ウェブではできないことはないと自負しております。このチャンネルはウェブ経験未経験のあゆみさんを IT 選手にしていくチャンネルです。ウェブ担当者、ウェブ未経験の方、ぜひ一緒に学んでいきましょう。よろしければチャンネル登録をお願いします。ホームページって多くの企業が持っている時代ですよね。そうですね、ホームページはほとんどの会社は持ってると思うんですけど、5年10年ぐらいはそのまま放置している方多いので、作り変えていくっていうのが好ましいかなと思いますね。そんなホームページですけど、まずどんな仕組みで動いてるか教えてもらえますか？ホームページとはインターネットを介して、全世界に表示されている。全世界に表示されるにはドメインとサーバーが必要となります。ドメインとはインターネットの住所みたいなもので、まずドメインというのは同じものは存在しないことになります。ドメインって URL に表示されているドットマーク以降が基本的にドメインって呼ばれているもので、そこのドメインを介して、サーバーに、ウェブサイトに表示っていう流れになると思います。ドメインとサーバーってどうやって決まっていくんですか？基本的にドメインはまずはもう自分の会社名とか推したいサービス名、あとはもう好きなもので決めたらいいかなとは思うんですけど。そうなんですね。ただ世の中ドメインってやっぱり同じ住所は全く存在しないので、基本的に被ることがあったら使えないっていうのが多いです。接戦ですね。早いもん勝ちなんですか？いや、もう早いもん勝ちですね。ああ、そうなんだ。ホームページの解説に関しましては、公開する前の流れ、まず先にドメインを取得して、その次はサーバー、要は場所を借りて、そこで初めて表示ってことになります。そういうステップなんですね。改めてなんですけど、ホームページの役割って何ですか？ホームページの役割としたら、インターネット上で無人の営業ができるっていうのが主な役割となります、ね。確かに営業にもなるわけですよね。商品とか載せといたら営業マンが24時間稼働するわけにはいかないので、インターネットはもう365日24時間です、営業ですね。だから企業はこぞってホームページを持ちたがるんですね。そういうことですね。はい、これからね、ホームページを改善していく企業さんもおられると思うんですけれども、どんなホームページが良くてどんなホームページが悪いのかっていうのはありますか？まず良いホームページっていうと、先ほどのキーワードとかメタタグに適切な単語が組み込まれていて、それに関連した説明のコンテンツが含まれているのが良質なコンテンツって言われてるんですよ。悪いホームページってのは基本的に何を伝えたいのがわからないっていうのが多いですね。ページがあるんですね。意外とサービスの紹介をしたいのか、会社の紹介をしたいのか、何を伝えたいのか、目的が分かりにくい、そういった悪いコンテンツの場合はあんまり良くないホームページと思います。その他基本的にはもうそのまま動線が分かりにくいとか。動線っていうのは、例えば商品をどうやって購入するのか分からないとか、そういうことですか？そうですね。商品購入のサイトに関しましては、Amazon さんとかはワンクリック2クリックで買える動線流れが一番理想ですけど、例えばそれがもう購入ボタンがどこにあるか分からないとか。それもったいないですね。せっかく営業できてるのに購入につながらないってことですよね。そうですね。あとはボタンが目立つ箇所にあるのかとか、逆に目立たない色、目立ちすぎるのか、強調してないのかとか。目立ちすぎても良くないんですか？何を売りたいのか、逆にコンテンツを伝えるのに、例えば購入だけ押しているとかだったら、見てる側にとったら結構ストレスになりかねないので、ゴリゴリ営業されている気分になるわけですね。あとはその他に関しては当然ウェブサイトなので、表示速度、これが一番大事かなと思いますね。あ、そうですか。確かにぐる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 ずっと回ってて、何も表示されなかったら次のページ見ちゃおうってなりますよね。そうですね。重たいのは基本的にはすぐ見てる方は離れていくっていう感じですね。ルーさんがそういったホームページを作る時っていうのは、逆に軽くしようだとかボタンの位置とかも気をつけてるんですか？そうですね。まずは表示速度っていうのは第一前提で一番優先しなあかんところかなと思いますね。以上がホームページについてでした。その他疑問等ありましたらコメント欄に書いてみてください。弊社クラウドシードではウェブ制作を行っております。概要欄もホームページのリンク貼っているので、そちらの方からお問い合わせもしくは相談をください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。